冬場あの植え付けに来てみた時、 あそこに線香が植えてるとか、イグサバ見てかいですね、植えた田んぼば見て、そういう言葉言いなる方も、ね、おらしたです。同じ熊本県でも知らさん人が多かったですね。まあ、イグサ農家自体があの存続は危ぶまれとる時で、なんとか頑張って、まあ、生活ができる程度にはしていかなくちゃならないと思ってますが、周りがどんどんやめていきますので、ちょっと寂しい気持ちはあります。一番はですね、まあ、リラックス効果、まあ、ストレスを多少は軽減、我が家によってできる。で、赤ちゃんとか今育つに、まあ、一番いいものかなと思います。で、年寄りも良かと思います。転んでも怪我せんしですね、踏ん張りも効きますし。今以上に辞める方が多くなったじゃなかろうかなって感じてる一方で、若い人たちがですね、後継者でおらすけん、そういう人たちがまだ頑張っていければちょっとずつは増えていくとかなと思います。はい、家族でやるけんでですね、一個一個の個性のデックですね、畳表の、そうも面白いかなと思ってですね。日本文化の元だけど残っていけたらいいなって思います。